直感的な部分で今日これが着たいって思うから皆さん服を着てる。明日着たいなと思っても自分が服のデザインが描いて作って上がるまでって絶対数週間は少なくともかかる。タイムラグみたいなのをどれだけ早く短くできるか、なんかファストファッションよりも早いみたいな部分っていうのもありましたね。なんか自分の中で あまりこだわりすぎないことも大事だと思うんですけど、何か私の中では、まあ、自分の着るものとかに関してはなんか一個ユーモアを入れることを大事にしてます。なんかこう服のモチーフだったりつけるアイテムだったり、これどこで買ったのとか、何それってちょっと会話になるようなものを取り入れるのが好きです。いいですよね。動いたりした時とか、なんかその何の意味もない飾りがふわふわ動いて、なんかその人の一部になってるみたいな部分とか、デザイン性はあっても、なんだろう、全然こう着るにあたってこう普段と変わりなく接することができるとか振る舞えるんであれば、それに越したことないなと思って。はい、なんかこの 1,2 ヶ月と最初の 3月4月5月とかでみんなが考えてる価値観っていうのも多分ものすごく変わってますし、なんか前はこうって言ってたじゃんみたいなのとかも絶対通じないじゃないですか。もうどん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 アップデートされて、なんか本当に必要なものと考えてみたらあんまり必要じゃなかったみたいなものとかが結構その精査にかけてこうはっきり出てくるというか、情熱作る人も情熱を注いだし、買う人たちも本当にこれが欲しいって思えるものじゃないと成立しないよなって思って。でもこれってすごい単純なことで、もちろんそうじゃないですか。最初から物を買う、物を売ることと買うことの関係性って、自分は何に時間を割くかとか、何にお金を払うかとか、なんかそういうものをなんかすごく大切にしなきゃいけない。買うことがはもちろん楽しいんですけど、それよりもっと前の段階、物を作ることとか物を選ぶこととか、なんかそういう段階が楽しいって感じていただけるような発表の仕方とか販売の仕方みたいなものとかを考えています。